旧コチンダ町役場コチンダ町は沖縄本島南部にあった町。沖縄県では珍しく海に面していない自治体であった。ハエバル町、大里村、串子上村との合併を協議していたが意見の一致を見ず、2004年9月30日に合併協議会が解散となったが、2006年1月1日に愚子村と合併し、愛イ町が誕生した。後に、 新城、小珍田、ダ、ト東名、与那グスク、下白、赤峰、岸本の八村となる。トモリ、ギ外間の三村を、回し紛りから、小木を、富臼区紛りから、山川を、早原紛りから編入。甲羅、伊波を新設し、新城を復帰させ岸本、赤峰を廃止。路線バス、沖縄バスと琉球バス交通が町内を運行している。 道路2003年より、日本ハムファイターズが2軍のキャンプ地として使用していた。しかし1軍のキャンプ地である、沖縄本島北部の名護市との間で、選手やコーチの移動に不便があることから、合併後の2006年のキャンプ後半の日程を、北部の国神村で行い、翌2007年からは全日程を国神に移すことになった。なお、2013年1月下旬から3月初旬に、かけ、 韓国プロ野球のハンファイーグルスのキャンプ地として利用される。ありがとうございます。